コズメトゥーラ、ハルスキファノや宮殿の壁画の一部コズメトゥーラ、またはコジモトゥーラはイタリア初期ルネサンスの画家、フェラーラ派を作った一人と考えられている。トゥーラはフェラーラで生まれた。パドバのフランチェスコスクワルチーネの弟子となり、後にボルソデステ並びにエルコレ一世イデステ両校の被護を受けた。1460年にはフェラーラ宮廷から報給を受けていた。 弟子たちの中には、フランチェスコ・デル・コスサ、フランチェスコ・ビアンキがいた。また、トゥーラの作品には、アンドレア・マンテーニャや、ピエロ・デラ、フランチェスカのクアトロ・チェント様式の影響が明らかで、ある。フェラーラで、トゥーラといってまず名前が上がるのは、スキファノイや宮殿のフレスコ画である。この宮殿は、エステケの別荘で、中世の町の城壁の外に位置していた。トゥーラは、 フランチェスコデルコッサと共に、12ヶ月と、先制術記号が入り組んで表現された偶意的、連作壁画を制作した。この中には、牧歌的にパレードする学士たち、労働者たち、カーニバルの出しも描かれている。また、ピエロデラ、フランチェスカの世界さながらの無表情な人々もこう、弾いている。他にも、ドゥオーモのオルガンの扉には、受体告知を描いた。 レオネロ・デステの教室のために合作したミューズ連作の中には現在ロンドンのナショナル・ギャラリーにあるカリオペの姿を描いた春が含まれる。ちなみにどの絵が誰の絵か議論されていた頃にはマッカジェのことアンジェロ・ディ・ピエトロ・ダシエナ、アンジェロ・パラッシュをミケーレ・パノーニオではないかとも言われていた。ありがとうございます。